チャオあっちゃんです。今日はね、みんなね、嫌いな人っていてる？あっちゃんもいてます、はい、で嫌いな人ってね、目の前から消えてほしいよね。ね、嫌いな人をね、目の前から消す方法、そういうね、魔法があるのよ。それを今日みんなに、授けます。はい、ということでね、嫌いな人を、目の前から消す方法、それはね、嫌いな人の幸せを願うことでね、誰々さん、どうぞ幸せになってくださいって願うんやって。嘘やろって思うでしょ。これがね、いろいろ理論的な話があってね、今日はその話をしようかなと思ってんねんけども、なんでかっていうとね、嫌いな人っていうのは人を傷つけたり悪口言ってきたりいじめたりひどいことしてきたりする人よね。だから嫌いなんよね。じゃあその人のことを憎んで嫌いやったら同じことしてんね。要は波動が一緒やね。波動が一緒やと波長が合うといつまでもいつまでもついてくるのよ。波長の合わない人は離れてまうけど、波長の合う人ってくっつくね。いや、あんな嫌いな人と私波長違うわって思うでしょ。一緒の波長出してね。だって相手は人を傷つけたり人を憎んでる。でその人を憎んだら同じ波長やからいつまでもついてくるのよ。だったら自分の波長を変える、さらの上の波長に波動を上げるってことが大事だよね。波動を上げるってことは人を憎んだところで人を傷つけるところで仕方ない。だったら人の幸せを願える人ってのは波動が高いから波動の高い世界行くでしょ。波動の高い人には波動の低い人はついてこれんくなるのよ。だから目の前から消えていきますっていうことやねんけどもね。こんな信じられへんでしょ。じゃあ、もっと簡単に言うとね、脳っていうのはね、前の動画でも言ったと思うんだけど、人間の脳っていうのは主語を理解できへんのよ。だから腹立つ、潰れたいのに、寝ればいいのにとかね、まあそんなことを言ったり思ってしまうと自分の頭の中に主語がないから自分がやられんねん。ってことは嫌いな相手に憎んで傷つけようとする気持ちが自分から発したやつが自分を傷つけてんねん。ね、だから自分が傷つける。これも人間の脳の機能らしいねんね。だからどうしても人の悪口を言ってると自分が傷つけられるのね。だから悪口言う人と同じ土俵に立ったら同じぐらい、まあ土俵って言い方難しい、まあ土俵でもあれやな、お相撲で言うたら、なんていうの、駆け出しってないのか、重量とか、なんや、分からへんね、大関とか小結びとかってあるやん、そのクラス。まあ、ボクシングで言ったらフェザー級とかウェルター級とかヘビー級とかね、あるでしょ。それと一緒で、フェザー級の人とヘビー級の人ってもう戦いが違う。バスオンで一発なかったらもう死んでもらうかもね。でもこの人がいくらパンチパンチパンチしても効かへんのね。それぐらいクラスが違うのがボクシングのクラス。それと一緒でこの人が一生懸命わわわわ騒いとってももうこの上の方に波動がいっとったら届かへんのよね。それで目の前から消えていくのよ。だから人を傷つけようとする、人の悪いことしてくるやつを嫌うんやったら誰々さん幸せになってくださいって願うことやね。でなんでかって言ったらこれね、よくあんのがね、あっちゃんよくあんねんけどもね、車乗るでしょ。だから今までまあ普通の車乗ってた。何にしようかな。まあね、プリウス乗ってました。で街中走っとったプリウス読みかけね。あ、プリウスよ、走っとんな。プリウス多いなって。よくないですか？みんな何乗ってんのかな？自分の乗ってる車、街中で同じ車よく見かけへん？見かけるでしょ？じゃあね、あっちゃんみたいに変態な車を買ってみてください。シトロエン、プジョー、もっとマニアックなね、あっちゃんね、昔ね、フォルクスワーゲンのベントじゃないわ、なんだ、シャランっていうね、ワゴン車乗ってね、フォルクスワーゲンシャランっていうのは、世界中にすごい売れてんけど、日本では200台しか入ってへんねん。たった2年間しか輸入されへんかって、1年間200台で200台。そのうちの200台も売れ残りもあったから、現存するやつが100台ちょいしかなかったっていう車を乗ってたのよ。
日本ね50何都道府県ある中で100台ちょっとしかない車に乗ってたね。それもかなり中古で買ってるから、出たすぐじゃないね、何年落ちちゃったかな、7年落ちちゃったかなぐらいで買ってるから、まあ、減ってきてるわね。そん中でそんなマニアックな車を乗ってて、それまでシャランなんで街中で見たことなかったのに、買ってからね 4,5 台見てんのよ日本200台ぐらいしかない車をね。それぐらいね、なんていうのかな、不思議なことって起こるのよ。ランボルギーにディアブロ乗ってた時もしたけど、街中でディアブロにすれ違うことってあんのよね。で今あっちゃんキューブ乗ってるでしょ。またこれまたマニアックでね、グーネットとかね、カーセンサーとか調べて2台ぐらいしか出てきないもん。それぐらいあの初期型、10キューブってないのよ。それもあっちゃんのはその中でもさらに珍しいライダーっていう限定車やねんけども、ほぼほぼないねんね。って言ってももうね、平成十何年やから20年落ちぐらいの車なのよ。あの車20何年落ちやねんね、多分25、6年落ちになるのかな。平成10、うちのね13年かな4年かな、そんなんやね。平成14年ってことは平成30年やから16年でしょ、今4年やから20年落ちぐらいね、21、2年落ちやねんのキューブ乗ってて、見ひんのに見んのよ街中で旧型キューブを。それぐらいやっぱりなんかわからへんけど、気になったら気になってみんなね、多分ね見ててんけども気になってないから目に入ってないねっていうことがあるんですね。だからねロリータ服着ます、ロリータ服着てへん時って街中でロリータなんかおると思わへんけど、ロリータ服自分で着ますってなってロリータ気にしてたら意外と街中でロリータの子見たりするんよね。それと一緒で自分の中で人の不幸ばっかり考えてると不幸が身についてくるのよ。で人を幸せになれるように、人が幸せになれるように願ってたら幸せしか見えへんから不幸なことって見えてきゃへん、ね、だから見えてこないってことは、不幸のこんなことしてる人よりもはるかに上を歩いてるから、この人不幸を願ってくる人と幸せを願う人っていうのはもう違う世界になってしまうね。だから幸せを願ってたら幸せを願う人ばっかりが集まってくる。不幸な方を言ってるよりは不幸な人しか集まってきて、これが類は友を呼ぶっていうお話やねんね。でそれでもやっぱり大嫌いな人の幸せなんか願えへんっていう人おるよね。それでいいね、願えるわけがないや。そんな人のこと傷つけていっていじめてきて腹立って、もう今にでもねほんまにぶちっしたろうかなと思うぐらいね言ったらピーはねぐらい腹立つ人っていてるやん。そんな人の幸せをどう願うのかって言ったら、幸せなんて願えへんだら、まずこんな顔してバカにして、あ、本人の前で言ったらあかんで、本人の前で言ったらあかんで、で本人の前で言ったらね、こんな顔しててもね、かわいそうな人やなって下げすんね、うん、人のことを傷つけないと生きていけへん、かわいそうな人やな、はあ、かわいそうな人、惨めだねってバカにしたね。でバカにして、こんな惨めな人叩くのも青臭い、どうぞ勝手に、私はもう関わりません、どうぞ勝手に自分で幸せになってね、さようならって心で思って、それやったら思うでしょ。はい、もう一回言います。ああ、かわいそう、惨めだね、私はもうあなたに関わらないから幸せになってね、勝手に知らないところで幸せになってね。はい、人間の脳っていうのは主語を理解できません。あなたが言った言葉は何ですか。あなたとは関わりません、勝手に幸せになってください。そう、自分にバカとは関わりません、自分で幸せになってくださいって自分に言ってんね。ほら、幸せになるでしょ、相手のこと幸せも願ったでしょ。でもバカにしてるから、バカにしてる態度なんて自分の脳が認識せえへん。どっかで勝手に幸せになってね、あなたとは関わらへんからって、もうあなたとは関わらへんから勝手に幸せになってって、ほら、バカとは関わらへんから幸せになってね、私って言ってるのと一緒やねんねそれでいいね。
でも相手のことをああかわいそうやなってそんな態度出したら相手がつけ込んできよるし許してもうたんかなと思うかもわからへんからね相手に言ったらねそれは陰でこっそりやっとったよね見えてへんのことでね自分の心の中でやったよねで今あっちゃんがバカにした態度バカやな普通って言った時口角下がって怖い顔になってたでしょ人のことを叩いてる時って怖い顔になるだったらひどいことされてくっさいつ腹立つなって言ったら怖い顔になるんだよここにシワがいんだよでも人の幸せになって幸せになってねって言う人おらへんでしょ幸せになってねって応援してるよって笑顔になって目が垂れてさ口角キュッて上がってで笑顔になるでしょ人の幸せ願ったら笑顔は最高の薬なのよ、ね、だから人どれだけ腹立つ人がおっても腹立つ人を目の前から消したければ相手を叩いたり憎むんじゃなく相手の幸せを願うことが大事やだからあっちゃんはすごいあっちゃんのことをひどい攻撃してきてひどいことしてきてこの前からずっと悩んでてんけども今日からあっちゃんはその人の幸せを願うことにしたじゃあみんなもこっから、嫌いな人腹立つ人関わってほしくない人名前思い浮かべて口に出さなくてもいいよ○○さん幸せになってね願ってみてあっちゃんも願うわ幸せになってねはい誰の名前言ったかは今は内緒ですでもその人のことを幸せになってねって心から願えなくてもいい上辺だけでいいもう上っ面だけでいいいやもうそこまででけんそれも上っ面でも嘘でもそんな人の、幸せ願えるかいと思ったらもう関わらへんバカにしてもう関わらへんから目の前からもう一切関わらへんからもう勝手にもう知らんところで幸せになってやってそれでいいから相手の幸せを願ってみて絶対に相手は関わってくるその日は関わってくるから明日も関わってくるからでも近いうちに離れていくうん、それを何でかって言ったら波動が違うから上に寄ったら下の人は近づいてくることができへんのいくら近もし近づいてきてももう今までみたいに腹立たへんだってバカにしてんねんもんそれでいいねそんな感じでねバカにしながら相手のことを幸せを願ういやもちろん相手のことをバカにしなくてもいい相手の幸せを願っていくことによって相手は人のことを傷つけようとする低い波動の人と高い波動の人は波長が合わへんから近づくことはできへんねん人を腹立つことしてきて腹立つことしてって同じ腹立つってやってたら波長が合うから近づいてくるねだから自分の波動を上げましょう自分の波動を上げるためには人の幸せを願いましょうということでみんなの幸せもちろん嫌いな人だけじゃなく好きな人の波動みんなのことを幸せになったらいい幸せに願いもみんなの幸せを願おうそうすることによって幸せになれますということで、あっちゃんはこれからみんなの幸せを願っていくもちろん嫌いな人の幸せも願っていこうと思いましたということでねこれが、嫌いな人が目の前から消えていく魔法でした皆さんも魔法使いになってこの魔法を使ってみてくださいだね、バイバイ。今日のあっちゃんのお話良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。みんなも幸せになってね。